日本全国の鹿を愛する皆様、こんにちは、めいなんです。あ、ありがとうございます。今日はですね、東京都の調布にございます安倍次郎先生の、安倍歯科医院様にお邪魔しております。安倍先生はですね、現在優勝技師学会の名誉教授もあられますし、また東北大学やね、神奈川歯科大学でも教授職に就かれている先生です。で、今日はですね、先生にこちらにあります、当社のですね、足がマックス、こちらを今日導入いただきましたので、本日ちょっとお邪魔しているという形です。先生、今日どうもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。まず先生からですね、コンタクトといいますか、はい、この足がの会社から先生をご紹介僕がいただいたっていう状況で、それでもともとこの足がとの出会った経緯というか、どういった感じだったんですか？最初は、まず僕は吸着技師という、上顎、はい、科学の吸着技師っていうのを主体にずっとこう講演活動してきた、はい、でそれが世界に広がって、僕の、まあ、いわゆる、まあ、外国人の弟子たちが、まあ、デジタルベンチャーの方にこうだんだん移行してきた。その時にですね、まず日本人の先生にプリンティングタイプのデンチャーとか、あるいはミリングタイプのデンチャーっていうと、まず必ず言われるのはどうせ合わないだろう言われたんです。で、ところがですね、僕のそのオーストラリアの弟子のピーターっていうのが、いや、そんなことないよと、じゃあドクター安倍一回来てくらんということで、行ってですね、直接あの6月に習いました。ブリスベンですか？はい、行った先生、それで実際に僕が撮った印象をスキャニングして、はい、そしてデザイニングしてと。それでですね、これはまあプリンタータイプなんですけどもですね、これですね、で、たがプリンタータイプ、おもちゃみたいに多分見えると思うんですけど、実際に口に入れるとですね、本当に印象と変わらないぐらい吸着する。だからその正直申し上げて、その大したことないだろうと思ってたね、このプリンティングタイプのデンチャーがまさかこんなに精度がいいとはというふうに私はすごく感動したんで、はい、このアシガに手を出すことにしたんです、はい、そのピーターさんがまさに使われているプリンターはこのアシガなんですね。で、ピーターはですね、はい、そのアシガの、他のメーカーとかいろいろあるんですけども、はい、いろいろやってみて全然ダメだと。で、ところがこのアシガマックス、アシガマックスですね、はい、もう本当に見違えるようなということを言ったんで、まあ、実際に本当にそうなのかということで行って、学ばせていただきました。あ、そうなんですね。で、帰ってきてですね、はい、密かにこれを患者さんの口に入れてみて本当に吸着するのかどうかを、確かめてみて、はいはい、あ、本当に適応するということがよく分かりました。あ、なるほどですね。ちょっとこちらに動画ね、ちょっとまた、出しますけれども。あ、そうなんですね。ちょっとカチカチしてみて、はい、開いて、噛んで、開いて、噛んで、浮き上がったりはしない、はい、軽く開いて、え、ちゃんと吸着してるね、あれ、お、上も、お、OK、これ、プロトタイプのデンチャーです、アシーガで作りました。成虫がちょっとずれてるのと、それから噛み合わせが少し甘いのが問題です。それで間違いも精度も間違いないというのを確信を得ていただいて、こちらの導入を決めていただいたと、はいはい、あ、ありがとうございます。実際このソフト、この前段階、このプリンターの前段階ではどういうシステムを今検討されてるんですか？今はですね、はい、E3のスキャナーを買って、それだけ E3 のスキャナーだけでは精密なフル電池は残念ながら、はい、制作できないのが現状なので、イボクラのアドオンソフトを入れて、なるほど、そして今は電池をこうコンピューターで作ろうとトライしています。なるほどですね。まだ日本ではほとんどその、まあ、デジタル電池をやろうという気風がないし、まあ、なぜかというと原制度の国ですから、まあそうですね、ただ技工士が確実にこう減ってきますよね。もう今東北では 75% が50歳以上の技工士と、技工士がいない。75% ですか、うん、技工士がいなくなる時代、そうするとフル電池の配列とか、はい、そういうのも自院で自分の先生が自分でやらなくちゃいけなくなるし、いやー大変な時代いけますねこれ。大変ですよ、大変な時代ですねこれ。でもそれで時間がかかって、はい、もう人工配列から何十時間もかかるんじゃ、もうとてもやってられない、やってられない、うん、やっぱりデジタル化して時間短縮、経費節減で、まあ一番大事なのは技工士がいなくなった時に、じゃあ誰が技師を作るんですかって言ったら、デンティストがやるしかないじゃないですか、うん、そうですね。そういうことで僕はデジタルの方に動いたんです。なるほど。まあ一番の問題は
本当に精度がいいのかっていうのが一番やっぱり問題です。まあやっぱり一番そうですよね、はい、それがあのこのアシーガと、まあ、イボクラのソフトを使えば、はいはい、もうほとんど今までやったハンドメイクのハンドクラフトのデンチャーに変わらない、あるいは下手をするとそれ以上の技師ができる可能性が出てきたということで、私は大変嬉しく思っています、はい、なるほどですね。あとはこれですね、現在あのどうしてもプリンタータイプの材料は、はい、お口の中に長く入れるっていうか、ね、認可が下りてないので、はい、なかなか難しいと。 そうですね。でもまあ他の国でだん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 もう明らかにプリンタータイプが主流に変わりつつある、うんうんうん、すでに、はい、それはどうしても将来的には日本もそうならざるを得ない、はいはいはい、でミリングタイプ、まあ、いわゆる削りディスクを削るというタイプは大きな機械も必要だし、何千万というその機械が必要になって、ね、はい、とても普通の会社が手出せる問題ではないので、はいはい、まあ、いずれはこのプリンティングがデジタルのミリングタイプを追い越していくだろうというふうに思います。でそれをまあ日本の皆さんはまだやる気もないんだろうけど、はいはい、誰かが先にやらなければ何も変わらない、はいはい、それであの足がね、に手を出したわけです。一番これ多分特徴なのは精度がいいってことですよね。そうです、今このアシガマックスが今 XY のいわゆるこの平面の精度で62ミクロン高さのピッチも本当にあの10ミクロンから300ミクロンまで自由に設定できますので、非常に精度も高いですし、かつまあユーザーさんの求める精度でできるというのが一つ特徴ですね、うん、思ったより操作は簡単でしたね。 ありがとうございます、あの正直申し上げて E3 であの頭がパニックを起こして、まあ、かなり簡単に思いますやって。ありがとうございます、まあ、これから練習が必要ですけど、ね、ありがとうございます、まあ、使い方も簡単でね、はい、精度も本当にで海外でもすごく、うん、まさにその海外での実績をもとに安倍先生がやっぱ決めていただいたというところがあると思いますので、ありがとうございます。ピーターが言ってた話では4年間苦労したと、はい、このデジタルでも4年ぐらい苦労した と、うん、でこのプリンティングの会社に言うと何回喧嘩したことかというふうに言ってましたので、この足以外に出会って、求めるものができるようになったと言ってましたね。なるほどですね、まあ、実際僕が継承してきたんですから、はい、あのそれは間違いないと思います。間違いなかったですね、だいたい疑っていったんですから僕も。もともと行く前にね、ブリスベン行く前は、はい、でやっぱりですね、実際の精度の高さを見て、ね、患者さんの口に実際に入れて試してみるまではずっと疑ってました。あ、そうなんですね。で入れて初めて、えっ、こんなにフィッティングがあって冗談でしょっていうふうにちょっと思いましたね、やっぱり人間のそのエラー、ナボのエラーがなくなってしまうと、まあ、マウンティングエラー、それから、まあ、ワックスの収集、それからレジン重合のエラー、そういうのがなくなってしまうっていうのはやっぱりすごいなっていうふうには思います。なるほどですね。これを利用して、はい、まず指摘ですね、電池の指摘、ワックスじゃなくてこれで指摘して、で光合成とかのエラーを指摘時に、はい、口の中で、まあ、ワックスも多少こうかましたり、はい、隔離のズレをチェックしたり、うんうんうん、あるいは神秘的に、これがちょっと違うんですけど、今までは神秘っていうと歯をワックスの上で動かして患者さんに入れると、うんうんうん、と患者さんもあこんな感じかなとかいろいろ言うんですけど、うん、はいはい、今度の場合は指摘の感じが変わります。何ミリ歯を前に出そう、すごくあのフォーミュラ、数字をどうしてもこう出しながら、ね、あのやらなくちゃいけない、うん、でもうちょっと言うとチェアサイドにパソコンを持っていけばその場で配列を移動できる。あ、なるほど。手は汚さない、患者さんに言われたらもうちょっとこの辺から、はい、ね、いうふうにできる、はい、まあ、それもデジタル化のいいところですよね。そういう時代にどん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 動いていくんだろうと、なるほど、いうふうに思います、はい、まあ、今までそうですよね、やっぱりアナログの感覚で患者さんのフィーリングを聞きながら調整していくのを CAD 上で患者さんと一緒にやっていくイメージってことですよね。全く違う、違うアプローチですね。だから若い人はとついたら早いと思いますね。我々はまあ年齢が高いので時間かかりますけど、こういうのは若い人は手にしたら早いと思いますよ。なるほどですね。大体ですね、僕ずっと思うにソイレバの歴史って大きく変化してないんですよ、70年間も。まあクレイジーだと思いません？ずっとそうですよね、考えたら。携帯電話これ見てください、携帯電話。僕1995年にはワープロが出た頃ですよ。で最初はでかいこんなトランシバみたいな携帯、それがプッシュホンになって、今なんかスマートフォンでしょ。このスピード、20年間のスピードとフルデンチャーのこのスピードのなさ変化のなさ、何をやってきたんだろうっていうふうに本当に思います。もうだから、はい、今はの逃すと変われない、またずっと変わらない、はい、ということだと思いますよ。なるほど、ここで変えないと変わらないんじゃないかっていう意識ですよね、うん、本当にいいものは残るんですよ、はいはい、歯科治療もいいのが残る、はい、だデジタルも最初クラウンでも何でもみんな合わないとかいろんなこと言ってたけど、はいはい、しっかり残ってるじゃないですか。そうですね、やっぱりそこには何か素晴らしい利点ものがあるし、また機械とか当然このね、そうですね、精度も上がっていきますから。そうですね、はい、うん、ありがとう。変わらないのは人間の腕です。あ、そうですね。そこがうまくなければ、はい、
下手な型取りは下手なまま出来上がってくるということですし、下手な組み合わせはまた失敗につながると、はい、デジタルでもそれはアナログでも同じだということですね。はい、ありがとうございます。じゃあちょうどですね、足がの方の積層も終わりましたので、これからですね、今度ポストキュアリングのね、トレーニングをまた先生ちょっと一緒にやっていくという形で、はい、今日のこの動画はね、ここでちょっと一回、それでまたぜひですね、はい、使っていただいて、またちょっと改めてちょっとこういう機会、なんかちょっとどういう形でこう検証を進められているのか、まあ、そういったまたね、はい、動画なんかを撮らせていただきたいと思います。はい、よろしいですか、先生。ありがとうございます。じゃあ今日は亀井先生のところにお邪魔しておりました。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。ではまたよろしく。